次の衆議院選挙に向けた動きです。今日取り上げるのは県の北部が舞台となる新潟3区です。過去には50票という僅差で勝敗がついた激戦区、秋とも言われる解散総選挙で国政へと羽ばたくのは誰なのでしょうか。次の衆議院選挙から6つから5つに減る県内の小選挙区。新3区はこれまで4区だった新潟市秋葉区や1区だった北区の一部が加わります。この新3区で立候補を予定しているのが、特に秋葉区は人口で言いますとこの柴田市に次ぐ代表でになりますので、影響はあると思ってます。しっかり回りたいです。自民党の斉藤博明衆議院議員と、特に人口密度の高い新潟市内が増えましたので、都市部の方がですね、我々野党層の支持が高いということもありますので、そういう意味では対応しやすかったのかな、比較的と思っています。立憲民主党の黒岩宗弘前衆議院議員です。この2人はかつて、前々回2017年の衆議院選挙当選したのは黒岩さんでした。斉藤さんとの差はわずか50票、歴史に残る大接戦となりました。そして前回の衆議院選挙、今度は斉藤さんがおよそ1万4000票差で勝利、雪辱を果たします。黒岩さんは比例での復活も叶いませんでした。50票で負けた過去を忘れない。先月25日、斉藤さんは柴田市で会合を開いていました。応援に駆けつけたのはマイナンバーカードを担当する河野デジタル大臣です。個人情報の保護と助けを必要としている個人を助けることの両立は非常に難しいんですが、その突破口がこのマイナンバー制度であり、マイナンバーカード。その後訪れたのは阿賀町。ドローンで薬を運ぶ実証実験を河野大臣が視察しました。穏やかな風を受け順調に空を飛ぶドローン。永田町は先月までいわゆる解散風が吹き荒れていましたが、でこうドローンのようにちょっと一旦解散が宙に上がったというか、すいません。衆議院は常在戦場なので、何か特別なことをするというよりもですね、今実証実験で目指しているようにドローンのように安定運行できるように頑張っていきたいと思います。あまり上手くないですね。素晴らしい。一方の黒岩さん、おとといは立憲民主党県連の常任幹事会に出席、返り咲きを目指し支援を呼びかけました。小選挙区一応争うにしてはですね、一応争う選挙では新潟県でも本当に積み重ねてきたこういった協力関係しっかりですね、築きつつ、地元の私の選挙区でこれから活動してまいりますので、皆様からも応援いただきますようよろしくお願いいたします。今朝は新潟市北区に姿を見せた黒岩さん。おはようございます。おはようございます。行き交う車に手を振り、一部が新たに選挙区に加わる北区で浸透を図っていました。もう負けは許されない、大きな覚悟を持って選挙に臨むといいます。私は前回落選してますから、2度負けたら後のない、本当に政治生命をかけた戦いになりますし、私はもう最後の決戦と覚悟して挑んでますので、とにかく必死に地盤を固めてます。最短で秋とも言われる解散総選挙、
国政の空へと羽ばたくのは誰か。すでにつばぜり合いが始まっています。